私たちの研究チームは植物の形作りの仕組み、すなわち植物の発生現象の仕組みを分子レベルで解明するということを目標として研究をしています。また得られた基礎研究の成果を活用して高収量の稲や気候変動に強い稲を開発することも目指しています。研究材料として扱っている稲は私たちにとって重要な農作物であることは言うまでもありませんが、実は基礎科学研究に非常に適した単子葉のモデル植物でもあるんです。研究のオリジナリティは植物幹細胞の役割に着目している点でして、幹細胞の働きと関係づけて主にこのスライドに挙げた3つの研究内容に取り組んでいます。このような研究を通じて将来的には世界の食糧問題や作物の気候変動対策に貢献していきたいというふうに考えています。稲のおしべやめしべ、胚種などのすべての花器官は花の幹細胞から作られ、おしべとめしべが受粉をすることで胚種から種子、すなわちお米が作られます。ですので花の幹細胞がどのような遺伝的仕組みによって制御されているのかということを解明することは基礎科学分野だけではなく農学分野においても重要な課題です。最近私たちは稲のタブワンと名付けた遺伝子が花の幹細胞の恒常性を維持するために働いていること、そしてそのタブワン遺伝子による幹細胞の維持が胚種の発生、最終的にはお米の形成に必須な働きをしているということを明らかにしました。花の形作りや幹細胞の制御の仕組みについてはまだまだ分かっていないことが多く存在していますので、現在も引き続き研究を進めています。まず研究者としてレベルの高い研究を目指すことは大切です。常に向上心を持って難しいことにチャレンジしていくと同時に、楽しみながら多くの人に関心、興味を持ってもらえるような研究を行えるように心がけています。また良い研究を進めていく上で研究室のメンバー同士が密接にコミュニケーションを取り協力することが求められます。そのためオープンなコミュニケーションを重視し、積極的な意見交換やアイデアの共有を促すことができるような環境づくりに努めています。植物発生学、植物育種学の研究に興味のある方、植物研究を通じて社会に貢献したい方は広島大学生物生産学部で私たちと一緒に研究をしましょう。待ってます。